こんにちは、カリーマンです。本日もご視聴いただきありがとうございます。カリースタイル、ついにですね、チャンネル登録者1000人、ありがとうございます。いや3年というね、長い間、経ってしまったんですけども、キリのいい1000人というところに到達することができました。チャンネル登録していただいた皆様、誠にありがとうございます。これからもですね、カレーのね、情報を中心にカメラとかね、ドローンとか、それからまあ気になったものなんかの発信していきたいなと思いますので、2000人、3000人、1万人、まあ、ここぐらいまではね、行きたいなと思っておりますので、ぜひ皆さんの応援よろしくお願いします。はい、ということで本日はですね、またレトルトカレーかよと、まあ思われるでしょうね。カレー作れよと。結構知り合いの人からも言われたりもしますこともありますけども、でもレトルトカレー紹介します。はい、ということで今回紹介するのはこちら、資生堂パールカレーセット。ギフトをもらったんですけど、このセットですね、6個セット。野菜カレーが2個入ってるんですけど、ビーフカレーが辛口のやつが目立っております。どれか1個は食べたことあるような気がせんでもないんですけど、資生堂って言われるとものすごく高級な感じしますよね。辛口ビーフカレー、ビーフカレー、チキンカレー、野菜カレー、ポークカレー。まあこのね、5種類いただきたいと思います。ポークカレーっていうのも気になってるんですよね。ポークビンダルーってあるじゃないですか。あれが結構好きで、資生堂パールポークカレー、歴代のシェフに受け継がれる伝統製法が生み出したソースの香ばしさと深いコクが特徴の欧風カレーです。そのソースをベースにさらにスパイスを加え、豚肉の旨味を引き出し、仕上げにトマトとソテーオニオンを加え、後味を引くシリーズで最もスパイシーな味わいに仕上げました。まずはこちらから食べていきましょう。めちゃくちゃ美味しそうな匂いがするんだけどそしてめちゃくちゃ美味しそうなんだけど、すごいね、これめっちゃ美味しそうなんだ。いただきます。うんまっ、あっさりでもう濃厚な、すごいこう香ばしい匂いがすごいするんですけど、うんまっ、うわあ、これぐらいの肉です。バラ肉ですね。うまっ、わ、このなんていうの、焙煎風味みたいな、なんかすげえうまいな。レストランの味っていうか、そういう味わいだな。これトマトかな。トマトを最後に仕上げに入れたっていう、このみずみずしさがちょっとしたこのさっぱり感を出してるのかも。まあ、名残惜しいというか、もうちょっと欲しい。野菜カレー。伝統のソースに、人参、かぼちゃ、玉ねぎ、トマト、赤ピーマン、マッシュルーム、エリンギ、ひよこ豆を加えて煮込みました。盛りだくさん。綺麗にダイスカットした野菜です。野菜の美味しさがギュッと詰まったカレーをお楽しみください。めちゃくちゃ具だくさん。すごくないですか？うん、香ばしいソースの風味がそのままに、野菜のこの甘みとかがぐっと出てますね。辛口ではないのに、まあまあそのベースが辛い。ほんと食べやすいサイズにカットされてるっていうのはすごく親切だと思います。資生堂パーラーのこのソース欲しい。このね、もう本当に香ばしいソースの中にもう野菜がこうゴロゴロ入ってて、本当に食べやすいサイズで全部カットされてるということで、もうめちゃめちゃもう飲み込むような感じで食べれたんですけど、野菜好きの人にとってはまあいいんじゃないかなと思います。ひよこ豆が入ってるんですけど、それが結構こうやばいというかぐちゃって感じになるんですけど、それがなんかポクって感じで歯応えが残ってたら印象がねシャキッとするというか良くなるんじゃないかなと思いました、ね、食感的なところがちょっとあっただけで、野菜がね、まあ、豊富にいろんな種類が入ってるっていうところで、もうその満足度はかなり高いかなと思いました。それでは次のカレーいってみましょう。はい、次はこちらチキンカレー。じっくりと丁寧に香ばしさを出しながら仕上げたルート、時間をかけて煮込んだ濃厚なブイヨンを合わせ、チキンと煮込みました。手間暇かけた贅沢な味わいをお楽しみください。とにかく色がね、もうめっちゃうまそう。玉ねぎとかもほらこういう感じで残ってるんですよね。それでは早速いただきます。もうまあ大きくてこれぐらいか、このぐらいのスプーンに乗る感じのサイズですね。パサパサしてないです。大きい塊がドーンとあるより、この程よい塊が全体にちりばめられてる方がね、どこすくっても肉が入るみたいな、かなりこうビーフカレーを食べてるようなこの深みがある。ほんと美味しい黙りこ食っちゃう。ため息が出る感じの、美味しさだと思いますよ。この資生堂パーラーのシリーズ自体は見ないですもんね、スーパーとかでは。普段のね生活の中でこの資生堂パーラーのみたいな感じで手にすることはできないような気がするんですけど、ちょっとねボンカレーをね結構ね米ちぎりすぎたかな。はい、ってことで、チキンカレーでした。はい、ってことで次行ってみたいと思うんですけど、久々にですね、僕がこの動画始めた時に買った、α6600 っていう、カメラを使って、それの、キットレンズ、18mm、135mm、OSS っていう、F 値が 3.5 から、5.6 ぐらいまでの変動をするようになってます。まあそれでね、ちょっと久々に撮ってみたいなと思ってて、それで S ログで撮ってます。そして、マイクはですね、ソニーの ECM G1 というちっちゃいやつを使ってます。資生堂パーラのビーフカレー。揺るがぬ味と香りを守るため、じっくりと丁寧に、香ばしさを出しながら作り上げたルート。時間をかけて煮込んだ濃厚なブイヨンとビーフを合わせました。はい、ちょっとね、ビーフということでね、このでっかいの入ってますけど、いただきますね。まず、ビーフから。なんかね、繊維質な感じですね。とにかくうまい。次はこちら。辛口ビーフカレー。伝統に養われた料理の中で特にご用意いただいているビーフカレーを辛口に仕上げた欧風辛口カレーですと。辛口ビーフカレーにチキンカツを乗せてます。こんな感じでいただきます。うまっ。これ一番うまいかも。うん、でビーフを食べながらチキンカツをうん、なんか辛いって感じはしないですね。実はね、この辛口だけ個別に5個入り買ったんです。さらに常備しておきたいカレーだなと思ったので。うん、もうなんかもう整いすぎて言葉が出ないみたいな感じぐらい美味しいです。これははい、いかがだったでしょうか。資生堂パーラのカレー5種類食べてみましたけども、どれも全部美味しかったんですね。まあ、共通して言えるのが香ばしい香りが部分あって、欧風カレーのねコクっていうのがしっかりあって美味しかったと思います。僕の気に入ったのは辛口ビーフカレー、これがもう一押しかなと思います。皆さんもね気になったら是非買ってみてください。リンクをねちょっと貼っとこうと思いますので、気になった方は買ってみてください。今回の動画が良かったと思う方はグッドボタンよろしくお願いします。このチャンネルではスパイスカレーやレトルトカレーやカレー商品などを紹介しております。たまにカメラとかドローンとか僕の好きなものなんかも紹介したりしてますので、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。次はですね、目指せ2000人ということで頑張っておりますのでよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。